第4レース202着になりました小川選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は梅崎選手に任せるレースになりましたけども、作戦などはどういう風に考えられてましたでしょうか。もう梅崎さんが先行基本に組み立てると言ってくれたんで、まあ、しっかりついていってできることしようと思ってたんですけど、ちょっとなかなか前にできれなかったので難しかったです。ちょっとあの新村選手と並走になる部分もありましたけども、あのあたりっていうのはどういう風に見られてましたでしょうか。そうですね、できれるかなと思ってたんですけど、新村君も出さす気なかった感じだったんで、まあ、もがき合いが緩んだところで僕がいけたらなって途中で切り替えれたので、まあ、思った通りいけてよかったです。実は坂井選手と、まあ、まくりが被る形になりましたが、あのあたりのタイミングっていうのはもうご自身のタイミングですけど合わせてっていう、もう自分で緩くなったところで行ったらあった感じでした。まあ、実際は、まあ、まくって、まあ、2着でしたけども、感覚的にはどうですか、ね、やっぱあの距離だと押し切りたかったっていうのが一番なんか、まあ、押し切りたいのは押し切りたいんですけど、まあ、現状の自分の力かなと思いますし、まあ、畑さんとついてワンツー決めれたら一番良かったのかなっていうのはあります。まあ、直近は決勝を2回乗って、そのうち1回1勝、あの優勝もしてますけども、状態面としては今どうでしょうか。まあ、状態は上がっていると思うので、まあ、崩さずというか、まあ、リズムに乗れたらいいかなと思います。この後は何かセッティングをいじったりとか、もしくはもうケア中心にっていうのはありますでしょうか。そうですね、ケアをちょっといつも少ないので、ケアを多めにして、まあ、疲れないように4日間走るように頑張ります。まあ、2着なので二次予選 A の方ですね、なりますけども、この辺りはそうですね、まあ、僕は中間着も多いので、まあ、できるだけ A に行きたかったので A に行けてよかったです。わかりました。では、最後に明日以降の意気込みをお願いします。生きるとこまで頑張るので応援してください。